あー、バナナちょっと食べます。バナナ食べます。うん、すっげー。うわー、はい、バーチャル YouTuber のゴリラです。というわけで、ついにやってまいりました悪魔の企画、バナナを食べないと回復できないエーペックスレジェンズ。ルールは簡単です。シールド回復のシールドバッテリー、シールドを全回復するやつを使うにはバナナを1本食べないといけません。そしてシールドセル、そのシールドバッテリーの4分の1の回復のやつを使うには4分の1にカットしたバナナを食べなくてはなりません。また HP 回復にはバナナジュースをご用意しております。果たしてゴリラはちゃんぽんを取れるのか、頑張ってまいりましょう。さあ、始まりました。バナナを食べないと回復できないエーペックスレジェンズ。そんな激戦区行くんですか。わかりました、行きましょう。もちろん使うのはこのジャングル色のターザンことパスファインダー君。まさにゴリラ。なんか見た感じ、あのバナナの4分の1シールドセルのやつは割と簡単に食べれそう。4分の1だったらおやつ感覚で食べれそうなんですが、シールドバッテリーとかね、来るとちょっとうってなりますね。はい、できるだけ効率的に回復していきたいですね。はい、いました。行きましょうか。割と当てましたよ。ああ、一人だったんですね。良かったですね。なんとかなりましたね。そして回復もシールド着替えれたんで、あまり必要なかったですね。じゃあ、注射器使うので飲みます。あー、美味しい美味しい、いいですね。いや、なんか普通にバナナをたしなみながらエーペックスやってる感じですね。さあ、ちょっとファームしていきましょうか。いや、ゴリラ、バナナとバナナジュースを用意するのにスーパーに行ったんですが、やっぱりみたいな目で見られましたね。やっぱゴリラそうなんだ、大量のバナナを、バナナと飲み物もバナナジュースなんだねって思われましたね。さあ、銃声してましたが、銃声の方行きませんか。結構奥ですね。はっ、やりましょうや。敵じゃん。なんで味方いないの、そこに。いますよね、味方。蘇生してますね。行きましょうか。あー、バナナちょっと食べます。バナナ食べます。うん、すっげー。うわー、忙しいですね、これ。バナナ食べないと回復できないの。詰めましょう、詰めましょう。なんかいますね。あ、ナイス。まずい、バナナ1本食べないと回復できない。バナナ1本食べます、バナナ1本。おっ、うん、行きましょう、行きましょう、行きましょう。
食べきってなんですけど気持ちいい。うん、ちょっとしますね。先にこっち、先にこっちやりましょうか。どこですか、どこ行ったんですか。でバナナ食べるのに画面を一回画面から目線を外す必要がある。え、ずっと使ってますね。どこ行きます？この下。はい、満足。いや、回復しまーす。はい。もう一個。あ、シールド。気がさって、ありがたい。補正しますね。さっきのミラージュ、どこ行ったんでしょう。敵を発見。あ、敵いました。行きますよ。そう。なんで。え、きつい。割と頑張ったんですがダメでした。もう一回いきましょうか。これ一日に何回もできないな。あの区域を見張る。了解。攻撃している。ワンダウン。よし。そこにいますよ。標的を確認。ああ、違うかった。回復します、回復。おう、おい、おい、うん。で、完全に見失ったんですこれ、注射器で行きましょう。故障箇所修理中。きついですね、これ、結構。ボディシールドを発見。レベル3だ。ポップアップを発見。スカルピアサーだ。残り1秒。リングまでもうすぐだ。残りは1部隊だけ。いや、シールドバッテリーの回復がきついですね。あらね、1本で。ケアパッケージ交換。この企画考えた人頭おかしいんじゃないですかね。さあ敵はどちらでしょう。あと1部隊。あっちに調査ビーコンだ。あ、調査ビーコンやりますね。さああと1部隊どこにいるんでしょうか。果たしてゴリラはちゃんぽん取れるんでしょうか。でもあんまり敵と戦ってないっていう。ただゴリラのお腹の中はバナナとバナナジュースで完全にちゃんぽん状態です。はい、ゴリラ実はバナナの早食いめちゃくちゃ得意なんですよね。なんか結構割と10秒ぐらいで、今はゲームしながらなんで食べるのに集中できてないんですけど、本気で食べようと思ったら10秒ぐらいで食べれます。え、撃つ？撃ちます。
ましたよ。おそらく右から回ってくるでしょう。回ってこなかったら来ましたな。まずい。回復します。うん、行きましょう。敵さん引いた感じですね。いや厳しい。HP も回復しますか。ちょっと安全なところで。回復します。はい。ああ、いや結構お腹がきつくなってきましたね。一番前に出たくないですね、これは。もう次最後の戦いにしないとゴリラのお腹が破れておしまいになっちゃいますね。さあどっちから来るんでしょうか。こっち範囲外から来る可能性もなくはないですね。エリート級だと範囲外のダメージがとんでもないのでこっち側から来ないんですけど、来たんじゃないですか今。あれ気のせい。いますね。いや見づらい、当てられないですね。投げましょうか。いやこれ集中したら黙っちゃいますね。頭入りましたよ。いやきつい。きつい。頑張って。あ、負けました。最後いけそうだったんですけどね。おお、悔しい。というわけでちゃんぽんならずでした。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。